今から、はぁ、あ、今からご飯を作るんだ。ああ忙しいなぁ。今からご飯を作るんだ。忙しいなぁ。誰か一緒に作ってくれてもいいな。僕、一緒に作りたいな。一緒に作ろう。共に頑張ろう。共に頑張ろう。何足つぼマッサージで、じゃあ分かった、それでこれで悶絶しなかったらいいよ、一人で頑張って作る。もうダメ、もう悶絶してるよね。そこで耐えられたら、ね、耐えられたら私の負け。耐えられなかったら一緒にご飯を作る。そう、一緒に。ダメだ。足腰は。なんで。なになに。何。足腰は。全然やんないけど。足やんない。じゃあもう負けは認めるでいいのかな。いいのね。分かった分かった。よしやろう。ゆずちゃん助けて。しつこくいくのはね、いいのよ。いくわよ。何どうよ。みんな大好き韓国料理。水の上に、そう、豚肉を巻いてある。今流行ってるらしいよ、エビロールサムギョプサル。どうとかはいかないでも、エビだけじゃなくて、いろんなもの巻いちゃったらいいんじゃないと思う。みなこさんは絶対なんか、体が軽くなってきた。あれ、あらあら、絶対に浮かないから。かわいそうだから、地面について。あら、あらあらあら、あ、かわいい。え、こないださ、あれしたじゃん。僕が入って、こうやってお団子した。かわいいよ、そっちの絵がアップしてる。じゃあ、チョレギのサラダのドレッシングとかなんか似てきたな。なんか似てきたよ。ね、太ったってこと、翡翠が。やだ。似てきたイコールそういうふうに考えるのやめた方がいいと思う。だってさ、ミナちゃんの特徴的にさ、ユナイチが特徴的なの。そんなことないでしょ。もうちょっといい特徴あるでしょ。なんかこういう感じで巻いてあったですよ。みたいな、みたいな感じ。逆にありがとう。これはナムル。ナムル。ハムじゃん。めっちゃいい感じじゃん。ご飯よそってこようか。注射入れよ。あ、こうか。はい、もう少しお待ちください。いい感じ。いい感じだね。みんな見て、エビ食べたい。食べたい。じゃあママ、暑いからママやろうか。グリーングリーンやね。もうエビちゃんはですよ、いつもの重曹をやってブリンブリンしておりますので
わ、美味しそう。いこうよ。ここ。最近これよく使ってんの私、はいはい、まずこれはですね掃除機と水拭きがセットになった、はい、ミンドアクアXって言うんだけど、いつもベッドでさこうやってさいつもこうやってやってんじゃん、うんうん、膝も痛いし、うん、腰も痛いし、腰だしね、やばかったな、うん、だからこれをちょっと最近使ってるわけ、ちょっと見せてあげるね。まずここでねこうやってここに水を入れるわけ。ほう、水入れてくるわ。水拭きするために。そうなの。でこちらから入れるわよ。拭かなくしそうだからくっついてない、ね、くっついてないよね。この見てほら、この雑巾みたいなほらふさふさな、こちらの子が我が家の床をきれいに水拭きしてくださるということ。入れすぎた。ちょっと入れすぎちゃった。ちょっとティッシュ、ティッシュ。でこれ水でこうやって拭いたお水、お水はお水タンクに溜まってくれるんだよね。そうだからなんか水が入ってると重いんじゃないって言うけど、この下にね結構重心が下の方に水が入ってるからすごい軽いし、あとなんと自走式だからとてもね軽くと行くわけよ。行くわよ。まずオンするわけ。これでもう水拭き。もう風来る。モードがね、3つあって、ここのボタンを押すとモードが切り替わるんだけど、これは普段使いの水拭き。で、次こちら1回押すとこの、こちらのモードは頑固な汚れ、例えば油汚れだとか、頑固な汚れに向いてる。ドライ、ドライの普通の掃除機、普段の掃除機にカーペットとかさ、水が濡れて少ないところにやる掃除機。本当にそう。やってみる。うん、すごいね、スイスイと。自走式だって。自走式。うわー、すげー。軽々とやってるでしょ。なんか、進んでる。ね。女の子いたら髪の毛がねすごいし、あとちっちゃい子もいたら砂ぼこりもすごいしさ、散歩してるみたい。あ、やったって感じね。水抜きしましたって感じ。ちょっとここでさお肉焼いたから油汚れとかもあるからちょっと頑固モードにするね。いいいいいい感じ、いい感じ。食べこぼしとかきれいになるからね。なかなかね、遊び食べしちゃうの。フードとかね、下に落としてカピカピにカチリにするわけ。そういう時とか、すごい助かる。あとさ、これ、除菌率が 99% あるらしい。すごい、きれいになるって、
嬉しいけど、これやれば綺麗なのは分かってんだけど、水拭きってなかなかやれないじゃん。大掃除の時とかさ、よっぽど汚れた時ぐらいだよ。だけどこれはもう普段からできるから、なんか汚れた時にやるっていうのも普段から使って汚さないみたいな。そうなの、空気に感覚で水拭きができるのがいいかな。このローラーなんだけど、お水をここに行くわけよ。だから常に綺麗なお水で循環してるから、うん、結構常に清潔な感じで状態でお掃除ができる。いいね。いいよね、うん、いやキッチンはさ、やっぱ油料理をするから絶対に汚いのよ。すごいすごい、このあたりが結構ね油物するからね。充電ができます、うん、で、充電挿すじゃん。で、ここのボタンがあるんだけど、これね、自動でね、セルフクリーニングしてくれる機能がついてるから、もう常に清潔に保てるということで押しますね、うん、で、今これね、洗ったものもこちらの汚水タンクの方に上がっていくから溜まっていくから、ちょっとじゃあどのくらい溜まったのか緊張しちゃうね。でここはフィルターがあるんで、ここでちょっとあの髪の毛とかねキャッチしてくれる汚水の方を見ていきたいと思います。うわわわわわわ、汚かったの私。これでもさ、ちゃんとさ毎日掃除かけてんだよ。すごいあれ、ローラー回転も良かったし、であのしっかりとやってくれるじゃん。足の裏の皮脂とかさ、いろんなものがあるでしょ。目に見えない部分まで取ってくれるっていうから、見てこれ、お手入れめちゃくちゃ簡単じゃないね。もうこれでおしまいなの。セルフクリーニングしてくれてるからめっちゃ綺麗じゃない。で、立てかけて乾かす。そしてなんと今回この民道さんからお得なクーポンが出ております。詳しくは概要欄の方に載せておきますので皆さんチェックしてみてください。それでは皆さん、またねー。